Welcome back to the video series all about Ekiden, the world's most watched running event that happens every year between January the 1st and January the 3rd, where some estimations are around 60 to 75 million Japanese people are watching from the televisions, and another 1 to 2 million are watching from the streets in Tokyo. In this episode, we join one of the strongest Hakone Ekiden teams, Chuo University. That's actually, historically, the team that has participated in the most Hakone Ekidens, which is 96 out of the last 99. They have also won the most, which is 14 times, and they were second place last year. I hope that you enjoy this episode with one of the strongest teams and potentially one of the favorites leading into this upcoming Hakone Ekiden. This series of videos leading up to the Ekiden taking place in Japan in January is only made possible via the support of three of our brand partners. The first one being Soar Running, one of the fastest growing running apparel brands in the world and one of my favorite running apparel brands out there. You can learn more about Soar at the end of this video. The second brand sponsor is Garmin, one of the leading GPS watchmakers in the world that I've been using since I started running over 18 years ago now. You can learn more about Garmin's products at the end of this video. And the third one is HVMN with their revolutionary new supplement Ketone IQ that I've been using every day now for almost a year, and I highly recommend it for reasons that you'll find out at the end of this video.来た時こそ続行の反発をしっかり持ってもらって前に前に前にっていうイメージでやってください。で、細い方のペースは薄底だと思うので、しっかり体重移動を意識して丁寧に、4000、4セットのイメージで少しずつビルドアップしていく感じでいいのかなと思います。で、7000の変化数については花さんから指示あった通りやってます。で、寒いので終わった後の行動を早くするようにしていきましょう。 今日の練習どうでしたか？練習。で、まとまって練習できてたんで、良かったんじゃないかな。みんな集中してやれてた印象です。今日のメンバーってどういうメンバーですか？今日したら。午前中授業に行っていたメンバーって感じです。で、午後練習をする時間があるメンバーって感じで。特になんか、どういうメンバーっていうよりは、ただ時間が午後のメンバーだったっていう感じです。この6人の中で、 箱根に出るっていう選手も、もう決められてるんですか？いや、まださすがにそこまでは決まってないんですけど、でも主力のメンバーの中には、基本的には主力のメンバーが
得たかなっていう感じです。あのこの1万6000メートルの練習ってあのいつも箱根が6週間後とか5週間後になるとそういう練習とかいつもするんですか？どうだろうな、まあ定期的には入ってるんで箱根の何週間前とかっていうよりは、まあ、基本的な練習なので基本の練習のとして、まあ、常に年間通して定期的には入れてるかなっていう感じです。で今日のペースはどういう感じで、まあ、ちょっといつもよりは早めのグループといつも通りのグループとっていう感じで分かれてはいましたけど、まあ気持ちよく押せるようなペースでっていうイメージだと思います。でコーチとしてなんか結構よく見てたと思ってたんですけど、それって何を見てるんですか？いや何を、全体的な動きとか雰囲気とか、まあ、きつそうだとかきつそうじゃないとか、あと気遣いとかを前僕は意識するようにはしてますけど。でそれをやっぱり様子によってなんか選手たちとお話ししてこうやってなんか箱根のメンバーを作る選ぶんですか？いや、まあ、箱根のメンバーっていうよりは、まあ、個々の成長に向けてっていう感じなので、まあ、その今日どうだったとかっていう、まあ、本当に今日のことに関してフォーカスして、で今日こうだったけどその前後の流れでどういう感じで今日を迎えているのかっていう話をしたりっていう感じではあるんですけど、まあ、そんなに箱根のメンバーを選ぶっていうことにはあんまり直結してないかなっていう気がします。で今箱根5週間前ですよね。5週間、そうですね、はい。どういう今後どういうトレーニングなんですか？合宿とか行くんですか？そうですね、合宿に行く予定のメンバーもいるんですけど、メニュー的にはまだ僕も把握できてなくて監督が作ってるんで、まあでも例年通りの感じでいくのかなと思ってます。で強度はいつ頃から弱めるんですか？ああどうなんだろうな、あと1週間ぐらいで、最後の1週間ぐらいうまく調整していくっていう感じかなと思いますけど、まあ、それはもうどこのチームも僕も、まあ、いろんなチーム自分もチームに所属してるんで、まあ、やってますけど、大体1週間から10日ぐらいで徐々にっていう感じで落としていって、1日1割ずつっていう僕のイメージですけど、1日1割ずつ落としていって調整して10日間っていうイメージです。で合宿の目的って何ですか？強度のトレーニングを行うっていう、今回の合宿に関しては、はい、そうですね、あとはロードの練習をしっかりやれるようにっていうところはあると思います、まあ、この周辺でもロードでの練習はできるんですけど、まあ、やっぱり、地域の方々とかもいらっしゃいますし、まあ、そういう意味で走る環境の整った場所で集中してロードの練習するっていうのが一つ大きな目的にはなるのかなと思います。指導っていう、まあ、結構レアだと思うんですけど、この大学の中で、まあ、ご経験としてそのすごい新鮮な、ことだと思うんですけど、母校を指導されてこの1年間振り返ってなんか良かったこととかありますか？ちょっと伺いたいです。まあ、やっぱり自分がこの指導者にこの先なっていくのかどうか分かんないですけど、まあ、意識していく指導者っていう道も、まあ、自分の選択肢の中であるっていうことを意識する中で、まあ、すごくまず勉強になったなっていうのはありますし、やっぱり選手一人一人がこう成長していく姿を見ていて、まあ、そういうのが嬉しいなっていう、やっぱり結果が出た時に、まあ、自分が結果が出たら
嬉しいっていうのは今まで選手として経験してて分かったと思うんですけど、自分が指導している子たちが結果を出してくれるっていうのも、まあ、嬉しいことなんだなっていうことをすごく感じる1年だったなと思います。ご自身が大学で走られていた時よりもそのレベルというんですかね、やってる練習のタイムとか上がってますよね。そうですね、自分たちは本当に基本的な練習、基礎的な練習みたいなことの繰り返しっていうイメージではあったんですけど、今はやっぱりなんかアレンジされた練習で、まあ、結構難しい練習とかも入ってくる中でみんなしっかりやれてるのかなっていう。まあ、去年、まあ、箱根駅伝すごいいい成績だったと思うんですけど、こうピークをこう持っていくっていうところで、まあ、今年ももちろんそのつもりでやられてると思うんですけど、こうなんか手応えというんですかね、そのまだ1ヶ月ぐらい先の話ですけど、まあ、もちろんピークを持っていくっていうことも大事なんですけど、まあ、そもそもの力をつけるっていうことで、まあ、ピークが合わなくてもある程度の力が出るっていうのが、まあ、理想かなとは思っているので、そういう意味では、まあ、そもそもの力っていうのは確実についてきているんじゃないかなと見てて思うので、まあ、それが一番大事なことなので、まあ、その上でうまくピークが合えばより力のが発揮できるとは思うんですけど、そこにだけ目を向け受けるっていうよりは、まあ、しっかりそもそもの力をつけたいなって僕は思っているので、まあ、それができてきているっていうことが一番大事かなとは思ってます。ありがとうございました。Experience 10 miles around the track. How many laps is that? 40? I should know that. Yeah, 40. Yeah. I guess that's mind training as well as heart physical training. I think they're maybe 2k to go, I think. Guys, like warm up's done. Practice って、その余裕がある人は最後ああやって自分で考えて、まあ、ラストスパートの練習してる。そういった力を見せるっていうことなんですか。まあ見せるっていうよりかは、やっぱこういう10マイルのテンポっていうのは、まあ、レースに近い距離だから、もうレースの最後の、まあ、練習、本当に。No words needed. Just a 50-second lap at the end. That's pretty. He's going his own.We'll like, you could put like a really interesting conversation. You could build like a 2-minute conversation with your host. Some really interesting stuff. And then you could film with the team of people in the same day. So we should do this together. And it'll just get like X times 50. And you're like, what the fuck? Who cares?
20パーですね。英語喋れますよ。本当に？はい。喋った方がいいんやない？ Hello. Good. Good. How are you? I'm tired. You should be. After 40 laps. 最後のラップとか何ですか？あれ。1万くらいなんですけど、追加で400に増えてくるんで。それはどうして？ちょっと。まだ復帰段階なんで、400ピリッと入れて体のキレを出していく。あんまり速くないペースだったんで、400でちょっと刺激入れて次に向けてって感じで400入れた感じです。ありがとうございます。 I'm fine. He's fine. He's fine. 状態は疲れてますけど、まあ、悪くはなくない。あーけど、サラダっていうよりかはもうぐっちゃぐちゃにしたのが戻ってきたみたいな、動きの方すごいってきた。やばいやばい。こういう練習ありがとうって。そうですね。いや、そうだろうなとは思いながら。そうだけど、それは、それは確かに。There is plenty more good content coming up in the near future, so stay tuned. These videos are brought to you by three key sponsors of ours that are helping financially bring this content to you. The first one being Soar Running, personally my favorite running apparel brand based out of the UK that is growing incredibly quickly. When I'm out running these days, especially if I'm on a track in the US, in Europe, or in the UK, I'm almost certain to see the Soar logo at some stage, especially if the track's very, very busy. I'm a huge fan of their marathon on speed shorts, their speed tights, and pretty much everything that they have available at the moment. I'm a huge fan of everything that they're doing. And they actually are the makers of our Sweat Elite running apparel. And you can now purchase the second edition of the Sweat Elite racing vest that you can see on the Soar website now. This video series is also brought to you by Garmin, one of the leading GPS watchmakers globally. I am almost certain that every single one of you watching this video is familiar with Garmin, and I'm sure that a very large percentage of you probably have a Garmin on right now. But I've been really enjoying using the Garmin Forerunner 965 that has pretty much every functionality that you can possibly imagine. You can use Apple Pay on here, you can sync your Spotify playlist and use your watch instead of your phone as you're running. It has a training readiness function, which is a very accurate way of understanding if you are ready for a hard workout, if you're not, and where you sit on that spectrum. It has a sleep tracker where you can monitor your sleep very carefully, a barometer, it has HRV, it has everything. There are so many more functions that I would need almost 10 minutes for an ad read to be able to explain what they all are and how they all work. But I strongly recommend the Garmin 965, and I hope that you'll check it out in the very near future. And finally, this video series is also brought to you by HVMN with their revolutionary product Ketone IQ that I've been taking pretty much every single day now for about the last year. No longer do you have to fast for several days to create ketones in the blood. You can now do that by taking a single shot of Ketone IQ, which will give you a very nice mental clarity effect, and that also improves overall health, endurance, and general energy. I find that if I take one of these first thing in the morning, I have a really, really nice rush of energy. It's a little bit different to taking caffeine or sugar. It's a little bit more calming, a little bit more of a stronger focus effect. And I find that in training sessions, I'm able to push a little bit longer, a little bit harder, and I really like the effect of Ketone IQ. I would strongly recommend checking out HVMN's Ketone IQ, and you can score a discount by using the code SweatElite at checkout.